こんにちは、スイートクライマーです。以前紹介したふるさと納税で、買えなくなるかもというストーブ、はい、無事に届きました。届いたのは2024年の1月9日ぐらいだったかな。はい、こちらです。はい、届いてます。では今から開封していきます。今日はアシスタントのおんちゃんが来ません。箱には、はい、ストーブって書いてあります。関市の市長さん、尾関さんのお礼文が入ってます。はい、ふるさと納税謝礼品ということで、スチームグリル26センチブラック、そして SS ノブ L、 これは公式サイトなどでは買っては絶対ついてこないレアな商品が、おまけでついてきます。ではどんなものか見ていきましょう。はい、これがノブです。このノブが特別についてます。これは使ってもいいし使わなくてもいいし好きにしましょう。はい、では開封していきます。はい、ちゃんとシリアルナンバーも入ってます。障害保障です。蓋です。ガラス蓋、耐熱ガラスの蓋。そして、あ、シールはねこんな感じでついてます。で、スチーム&グリルブラックということで、これ一応というか完全なる鋳物です。重たい、結構重たい。エラーです。測れません。2キロ2キロの測りでは測れませんでした。残念。ちなみに2024年1月現在の情報では、公式サイトはこの同じカラーが 27,500 円、 Amazon では 25,000 円、公式サイトでチェリーなら 25,300 円で購入することができます。でも私はふるさと納税を利用したので、 55,000 円支払い、マイナス 53,000 円、還付という名の総裁、実質 2,000 円で購入できました。今はもうふるさとチョイスでは手に入らないので、またいつの日かふるさと納税で復活することを切望します。はい、ではこれは鋳物なのでシーズニングが必要です。シーズニングをします。食器を洗剤で優しく洗って、よくすすいだら乾いた布で水気をしっかり拭き取ります。最初はしっかりしたいので多めに、まんべんなく行き渡らせます。煮物の鍋は育てる。縁と側面と取っ手も塗ります。中火、どうぞ。そっくりです。パチモノ偽物のストーブ、これ大きさほぼ一緒です。だけど偽物です。これも結構育ってきてます。まあそれは良しとして、煙が立つまで待ちます。普通は空焼きはいけません。だいたい時間は5分が目安です。煙が立ってきたので火をとろ火にして1分間待ちます。はい、では1分経ったので火を消します。そしてやけどに気をつけて火から下ろします。さてさて、この状況で、はい、冷めるまで放置ということで、お仕事に行ってきます。火
ムチに1日漬けていた豚肉をキムチと一緒に炒めます。蓋をしてしっとりさせます。最後にエビも乗せて火を通して完成。ふっくらジューシーシーフード豚キムチ。はい、ということで以上がストーブのスチーム&グリル26センチを手に入れた動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。山動画もやってます。よかったら他の動画もご覧ください。ありがとうございました。バイバーイ。冷蔵庫の上でサボって寝ていてごめんにゃ。2024年の公式サイトの3万円の福袋は実はもう届いてます。でも楽天市場の1万円の福袋はまだ来てません。1万円と3万円の福袋開封動画は2月中旬頃までお待ちください。